競技用の義足を履く女性。熊本市南区の横田久代さん。横田さんは義足で走り続ける理由をこう語ります。自分が病気になったことを絶対悪い思いにしたくないっていう思いで退院してきてるんで、私が挑戦することはもう自分との約束。横田さんは27歳の時に夫淳さんと結婚。その後2人の娘に恵まれ、笑顔が絶えない毎日を送ってきました。しかし6年前の冬、横田さんの体に異変が起きました。40度の熱が出て、顔にもう斑点がなんか出てるって主人が言って、すぐ病院に電話したら、もう救急に行ってくれって言われて、移行化した時にもう両足が痛くて、重い感染症をきっかけに手足などが黒く壊死する電撃性紫斑病を発症したのです。その後主治医から告げられたのは、両足と手の指の切断でした。自分の想像もしてなかった現実がいきなり突きつけられたのと、痛みが来たので、もう心が折れてしまって、もう主治医の先生に、どうして私をあの時死なせてくれなかったのってもう泣きじゃくって、生きる気力すらなくしていた横田さんを家族や周りの人たちは支え続けました。義足を履けば歩けるよとか聞いたりすると、自分の可能性も感じていける。それともう家族が来れば何もなく笑え合える、こう会話にやっぱ救われてたんだなっていうのはありますね。立ち直りつつあったある日、横田さんは義足装具師の紹介で競技用の義足を体験するイベントに参加したことをきっかけに、自分も走れる喜びを感じたといいます。そこから横田さんの挑戦が始まりました。1日に10キロ走るなど特訓に励み、3年前初めて熊本城マラソンに出場。去年12月にはハワイで行われたホノルルマラソンで完走を果たしました。10時間半ぐらいかけて親子3人で走ってきたんですけど、諦めなければ叶うんだなというのを体験してきました。熊本城マラソン2度目の挑戦を1週間後に控え、横田さんの練習にも熱が入ってきました。いつ止まるかが分からなくて、だからもう行けるところまで行きたいなっていうのがあるんですけど。分かりました。すみません。いえいえ、お願いします。はい、長女の花さんとホノルルマラソンに一緒に出場した仲間が伴走します。まあ、一緒に走って少しでもサポートできたらなと思ってます。行きます。はい、行きます。熊本城マラソンの実際のコースを試走します。フープと聞いて、私は早い早い6分半ぐらいだから、なんかこんな感じの時のあんまり人が、だそれこそ抑えてる感じ。娘たちのサポートもあってか、いつもよりもペースが上がります。特に坂道は義足が上がりにくくなるため一番の難所となります。坂の往復が私を強くさせるおよそ5キロの距離をペースを上げて走ったり歩いたりしながら感覚を確かめました。横田さんは挑戦を続ける理由をこう語ります。人生の中でやっぱり辛いことだったり悲しいことっていうのはあるんですけど、やっぱそこから諦めずに何か一歩踏み出したら必ず自分の笑顔につながるっていうことを、これからもあの挑戦を通してあの伝えていけたらなっていうのはあります。横田さん、支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを胸に熊本の地を駆け抜けます。